え副業でアダルトチャンネルをしてます2ヶ月でやっとチャンネル登録者数300名前後になりました今後 YouTube からファンサイトを誘導しマネタ図が考えてますしかし YouTube から他サイトの誘導禁止されていますアダルト思うんですが効率の誘導方法や今後のアダルトチャンネルについてご意見いただけると幸いですえっとも YouTube 使わないで最初からあの X ビデオとかあの海外系アダルトサイト使っちゃった方がいいんじゃないですかねクロスビデオって思うんだっけなんかクロスビデオで数学の授業をやってる中国人の人が確かめちゃめちゃ再生数伸ばしてるんですよね そのまあアダルトばっかりしかない YouTube みたいなサイトがあるんですけどで男の人の場合ってそのなんか性欲的なものが発散した後って男性ってあの性欲がゼロの状態になるのでそうすると。 あの自分にとってこの時間は何なんだとか社会にとって俺はいいことをしなければならないみたいななんか賢者になることがあるんですよ。で賢者になった瞬間にその数学のビデオがあるとよし俺は数学を勉強しようみたいなことになってなぜかそのエロビデオサイトの中で数学の再生数が伸びるっていうそういうあの世界中に賢者を増やしてるってすごい優秀な方がいるんですけど、まあ、そういうのもあるんであの最初からそのアダルトサイトの方でコンテンツを広げるっていう方が結構広がるんじゃないかなと思います。なののであの 日本の変態系とかエロアニメ系ってあの他の国にあんまりないのでなのでそこら辺を絡めながらその日本語の勉強するみたいなコンテンツを作ったりすると世界中の賢者が日本語を勉強してくれるようになるんじゃないかなと思いました。はい えっと、2ヶ月前にポルノハブに動画投稿を始め、現在ランキングトップ1000以内、登録者数は8000、総再生回数は58万と、好調な滑り出しです。英語を話せるので、ファンのほとんどが海外の日本オタクです。過去2カ国語話せると唯一ですけど、こんなことに使ってしまっています。褒めてください。また、しれっと罵倒してください。 でも全然儲かってるんだったらいいんじゃないですかその、あの、僕、ポルノハブのその、再生58番がどれぐらいの金額にならない、なんのかわかんないですけど、まあ、儲かってるんだったらむしろ、あの、才能が伝えてるってことなので、全然いいんじゃないかなと思います。なので、あの、まあ、その体を張った仕事なので、長くは続かないので、なので、あの、プロデュース側にうまいタイミングで行った方がいいと思うんですよね。海外の人に受けるタイプのコスプレやってる子たちとかもいるので、で、ぶっちゃけ、あの、 喋れなくても、片言で、あの、こういう風うに読んでっていうので、あの、カンペ出せば、それっぽく読めるじゃないですか。で、それっぽく読んで字幕出せば、あの、ま、英語圏の人って、あ、こう言ってるんだってわかるので、そういう感じで、あの、日本語しか喋れない若い女の子とかをプロデュースしてで、そっちの金を巻き上げるっていう風にすると、結構大きな規模で儲かるんじゃないかなと思います。 え現在大学生でアダルト系のファンクラブを始めて半年、現在収入は右肩上がりで、今月は手取りで150万を超えました。今年から新卒の会社で働くのですが、ファンクラブ事業に力を入れるか、会社に入ってなんとなくの安定を求めるかもあります。リョウキさんならどうしますか えっと、あの、副業レベルでその150万の仕事が続けられるのであれば、就職しながらそれを副業として続けるんじゃないですかね。自分が存在すら忘れているアカウントやオンラインストレージを見つけ出す良い方法はありますかありません。<laughs> また、勝手に他社に利用または閲覧されるリスクはありますか多少あります。自分に関連したデータが永遠に知らぬ場所に保管されると思うと不安です。よろしくお願いいたします。えっと、でも、あの、新宿とかって、あの、監視カメラが新宿の中だけで1000個ぐらいあるんだっけ で、あれが全部録画されて、警視庁のハードディスクに埋まってるんですけど、ずっと保存されっぱんしなんですよね。なんか事件があった時に、じゃあそのハードディスクのデータを見ればいいじゃんって思いがちなんですけど、データ多すぎて探せないんですよ。<laughs> なので、よほどの重大事件の場合は、その、いろんなカメラのデータを調べて、あ、ここに犯人がいるってやるんですけど、ひったくりとかレベルだと、あの、データ多すぎて調べられないっていう状態で、ほっとかれらしいす。 っていう、あの、しょうもない始まるんですけど、なので、あの、普通に生きてるだけで、いろんなとこで録画されたりとか、情報っていうのはもう出回っちゃってるので、考えすぎたと思います、ね。もしそれが嫌だったら、あの、インターネットに繋がないが正解になっちゃうと思いますい。あの、インターネットにつないでる時点で、プロバイダーにアクセスログというのが残るので、あなたが見ているすべてのサイトは、プロバイダーの社員は調べようと思えば調べられます。なので、その、 何時頃起きて、そのなんか X ビデオとか見て、なんか15分後とかに見るのやめたから、あ、こいつ早えなとか、なんか1時間とか見せたら、こいつ長ぇな、すげえな、みたいな。で、あの、URL もわかるので、どういう動画を見たかっていうのがわかるので、あ、ここで果てたんだ、みたいな。お前、趣味悪いな、みたいなのもバレてます。はい。なので、あの、もしその自分がやったことを知られたくなかったら、インターネットにつながないが正解だと思います。えー、パパ活をやっているんですが、若い女の子は一人暮らしの資金のためなの,の理由で、 初対面の男ととホテルに行くことが正直しんじゃれないなです女の子は将来結婚するとき絶対に夫に打ち明けることはしないと思うんですが世の中はこんなものでしょうかまあただの写真とか撮られたりあの勝手に盗撮されてアップロードされてポルノハブに登ってるみたいな感じになると思うのでリスクはあると思いますけどね 将来の旦那を思うと賢者タイムで毎回何とも言えない気持ちになります <laughs>。じゃあやるなよって話なんですけど、でもまあパパ活が効率いいからやっちゃうんですよね。まあそんなもんだと思いますよ、はい。あの世の中には将来のことを考えないで頭の悪いことをする若い子たちがいて、で多分大人になってうまく逃げ切れる人もいるし、逃げ切れなかった子が後悔したりすると思うんですけど、まあ世の中はそんなもんなので、 パパ活とかやらない方がいいよねとは思うんですけどまあなかなか止めるのは難しいですよね。世の中にあの犯罪をやる人っていっぱいいて犯罪やらない方がいいよねっていうのは分かってでも犯罪やる人っているので。犯罪をやるのが良くない理由って刑罰っていうのがあるんですけど。 ただ、その、バレた後、割とその後の人生きついよねっていうのがですよね。例えば、じゃあ、犯罪やりました。1年間刑務所に行きました。で、刑務所出た後に、もう刑務所出ちゃえば、あの、全く関係ないじゃないですか。まあ、履歴書に本当は書かなきゃいけないけど、書かなくても気づかないんですけど、でもその、人生の後で、あなた犯罪者だったよねってバレると、あと結構人生きつくなるっていうのがあると思うんですよね。で、パパ活も一緒で、 まあ、バレない人もいるんですけど、バレた時にあなたパパ活やってましたよねっていう証拠とかが出た時に、後で将来めっちゃ困ると思うんですよ。なので、小笑い困る度で行くと、犯罪とあんまり変わんないと思うんですよね。なので、そのパパ活とかを安易にやるのっていうのはどうかと思うんですけど、ただ、 あんまりなんかね？なんかそれが悪いことだという風潮、その何やらない方がいいよね。ぐらいになるんですけど、その犯罪行為と同じぐらいのリスクがあるよね。っていうことがあんまり理解されてない気がするので、どうなのかなと思うんですけども、フランスでエッチな漫画って需要ありますか？いつもひろゆきさんの youtube とかの放送だとフランスでエッチな漫画の需要はほとんどないんじゃないですかね？ ただ、まあ、ほとんどないっていうかそのまずマジョリティの中には重要はないと思うんですけどただ世の中マイノリティの人っていうのは必ずいるのでそのマイノリティの人向けにきちんとやり続ければあの反響はあるとは思うんですけどもそういう人たちにそのじゃあこういう絵の漫画があるよってどう伝えるかっていうのは結構難しいと思うんですよね。 フランスってそのバンデシネって言われるフランスのちょ日本の漫画とはちょっと違って日本ってまあ漫画って大体白黒じゃないですかジャンプとかマガジンとかのに載せるためにその再生紙で色のついた紙にその黒いインクを載せるっていうので漫画が流通してたので基本白黒なんですよ。 でその代わりじゃあスクリーントーンを使うとかアシスタントさんがそのなんか書くとかで共同作業でわしわし毎週作りますっていうのなんですけどフランスのその漫画って言われるバンデシネって一人の人がフルカラーで最後まで作るっていうのが割と主流なんですよ。おメビウスさんよく知ってますね、はい、っていう感じでなんでそれが主流かっていうと儲からないからなんだけどアシスタントを雇うほどのお金がないっていうのとあとどちらかというとその絵画のアート作品っていう感じなんですよね。 アメコミの場合はすごい薄っぺらいチラシのような紙にフルカラーで20ページで安く売るっていう薄利多売モデルなんですけどそのフランスのバンデーシネンの場合は割とあのきっちり一冊をその日本でいう新刊本みたいな形でその2000円ぐらいのちょっと高めのやつでフルカラーで作るアキラの,あの漫画って見たことあります 1>, あの1冊ずつ結構でかいんですけどあんな感じのフルカラーで売るっていうそういう文化圏だったりするのでなのでエロ漫画にしたらちょっとコスト高いんじゃないかなという気はします。はい